カビゴミゆかりゲームチャンネル。みまなモーニング、みんなモーニング。今日はレーダーに表示されてたピカチュウをゲットしに行ったら、ムーエンカビゴンを発見しちゃった T の悲劇と歓喜の映像をお届けする。おっきいネズミは虫で、ポッポはすかさずゲットだぜ。ピカチュウどこだ。ピカチュウ消えたけどポケストップ寄ってこうって感じ。あれ、なんかレーダーにカビゴン出た。これはポケストップ回しつつカビゴン探す気なのかな。こういう急いでる時ってなかなかスムーズにゲットできないみたいね。わあ、カビゴンいたじゃん。いつもの散歩コースだから、レーダーに表示された地点で出現したポケソースの位置分かったみたい。え、デジャブ。前回の動画の時みたく逃げられたけど、フリーズしなかったけど、一応ポケモンボックスの中身見てみて。腹いせにゼコランカクだな。カイロス CP114 低すぎ。あ、 3km 卵からゼニガメ出てきた。おお、ピカチュウ無事見つけたんだ。あれ、消えた。バグったので再起動。ピカチュウに挑んだが逃げられた。カビゴンも今回はマジで逃げられてた。残念だね。ああ、ピカチュウもカビゴンも逃げられて最悪だ。ってことで、帰宅する前に駅前のジムに向かった。地下道を通って駅前に到着。ジムには2体のカビゴン。あれ、レーダーにまたもやカビゴンが。駅の近くのポケソースにいるのは間違いない。もっち、ジムよりカビゴン探すの優先。駅前の強風なんだね。ポケストップの隣にいた。隣のトトロならぬ隣のカビゴン。
ージ、カビゴン、ゲットだぜ。CP が2207で、技が、舌で舐める、自信。個体値は普通レベルね。ちょっと残念な個体。まあ、バトル向きじゃないって、コメントのカビゴンが、やたら多いから、マシな方だけど。カビゴン以外は猫だらけだね。あ、プリン出た。進化はナップクリン、CP が加工修正されたけど、全然強いから、強化用の雨集めて損はないね。エキナジム、ヒザ、バトル。配置されているのは、カビゴン、サイロン、カビゴンか。うちのカビゴンだ。 T のサイロン、大ダメージ。95% のシャワーズで相手のサイロンを叩きのめした。あ、シャワーズやられた。待機スコア 100% のギャラドスで噛みつく連打。回復して占領するぞ。あれ、誰かカビゴンで加勢してきた。
1976のギャラドスパイチ完了。ということで、ピカチュウをゲットしに行ったのに、カビゴン探しになって、カビゴンから逃げられて、ピカチュウからも逃げられて、偶然、駅前に行ったらカビゴン出て捕獲。という一生二敗みたいな映像でしたね。ちなみに、この日の朝、カビゴンを1匹ゲット済みなので、初の1日3匹遭遇となったようです。3匹ゲットできれば、快挙だったね。